洋子系洋子系の肖像が、洋子系1915年1月9日は、新末の学者、蔵書家、文人。字は静かわれ、号は隣に行ける。湖北省慶州府に都県陸上出身。1862年に巨人となり、1865年には、慶三宮学教習となった。金石学部に通じていたが、後に、中日講師の遺憾。 アキラの随因となって来日。日本では中国国内ですでに一文となっていた古典籍を収集した。日本の古典籍も収集していて、中でもまさか時の新福寺本とは別系統の写本から著者された洋紙系急造本が知られている。日本での高書きぶりは凄まじく、島田館によれば町中の書店が空になるほどだったという。帰国後は、 金星学堂の総教長を務めた。隣、生ける園を築き、多くの蔵書を所有した。王陽順の書風を受け継いだ、農書家としても知られ、晩年は、上海に偶居し、書を売って、生計を立てた。また、草壁明確や中林五区などの農書家とも、信仰があった。高橋聡、書諸学の進め、中国の愛書文化に学ぶ東宝書店、2010年。 ISBN 978から44億9721万142205ページありがとうございます。